理算数理工学の13回目の授業のリアルタイムの方を始めていきます。聞こえてますでしょうか？いいでしょうか？はい。ありがとうございます。ですね、最終回になるんですね。で、マルコ・フレンサの発展という話で、まあ、前回の続きというか、マルコ・フレンサを使ったお話と、まあ、どういう、現象を解析できるのかという話をしていたということになります。で、コメントの方をご紹介しまして、ちょっと一つ用語集のリンクが、まあ、リンクが間違っていたわけじゃなくて、ちょっとファイルを転送していなかったという、できていなかったということなのですいませんでした。これ今は見れると思います。はい。で、ですね。最初の、大10何億の到達時刻の期待値の計算結果は、現実のいろいろな状況に示唆を与えそうな結果でとても面白いと思いました。現実の問題をランダム動画でも出るかすることが適当かどうかに注意する必要がありますかということで、これ後でちょっと、一つ、まあ、ランダムウォークの例というか、どういう現象をモデル化しているのかっていう、意味合いの例として、この拡散現象というか、拡散方程式をランダムウォークから導くことができるので、ちょっとそれをやろうと思います。だから、微分方程式、偏微分方程式に導くんですけども、それがランダムウォークからできるという話をします。二つ目ですね。いろいろなグラフの単純ランダムウォークの到達時刻の期待値を計算するだけでも、不自明な結果がたくさんありそうで面白そうだと思いました。これ実際そうなんですけども、まあ、到達時刻の話は、まあ、授業の中で割とやったので、ちょっと別のものとして、この被覆時間とか被覆時刻、あるいは英語でカバータイムと呼ばれるものがあるので、ちょっとこれを紹介しようかなというふうに思います。はい。じゃあ、この二つをちょっと紹介していきます。それで、まず、あれですね。ランダムウォークから、拡散方程式ですね。拡散方程式ですけど、まず、大きくしようかな。あ、大きくしないですね。ごめんなさいね。拡散方程式を、これ拡散方程式ですけど、方程式にしていこうかなと思います。で、拡散方程式ご存知ですか？それを聞かないといけないですね。多分、普通にとか違います。普通に物理とかですね。あるいは、応用数学第2かなっていう授業を今、この学期受けてる人がいるとすると、こういう偏微分方程式の話は、聞いたことがあるかもしれませんけれども、まあ、ちょっとそれをご紹介しようと思います。ただこれ偏微分方程式なんですけども、だからなんかその、熱とかですね、シミュレーション工学とかっていうのもやってる可能性ありますね。熱がじわっと広がったりとか、まあ、熱じゃなくてもいいんですけども、まあ、なんていうんですかね、物質というか、まあ、物質でしょうが、なんかじわっとこう広がっていくような、現象を、記述する、一番基本的な偏微分方程式が拡散方程式ということになります。だから、まあ、偏微分方程式なので、まあ、空間と時間が両方とも、まあ、こう、離散化されるような形になっているような、まあ、離散化されるじゃなくて、どちらも、変数になっているような、微分方程式になっているわけです。で、それがですね、まあ、どういう形で考えるかということなんですけども、今ですね、まあ、その、まあ、ランダムウォークを考えたいので、ですけども、今、これ例のために一次元の、場合を考えますか。一次元の拡散方程式っていうのを考えようと思ってるんですけども、ここではですね、今日は。で、今ここに書いてある図は何かっていうと、これ、まあ、グラフのように見えるんですけども、これは、右にも左にも、無限に続いてると思ってください。だから、状態空間っていう言い方をすると、これは、整数全体の集合になっているというふうに思ってほしいわけです。だからそういう意味では、状態が有限ではないような、マルコ・フレンサを考えることになるので、今まで授業でやってきた状況からちょっと離れるんですけども、まあ、これでも、ランダムウォークというのは考えることができるということになります。で、それでですね、まあ、どこかに、今、動いてる人いるわけです。で、この人はその次の時刻になると、まあ、左に行くか右に行くかっていうことが2分の1ずつの確率で起こるという形で、まあ、この人動いていくということになります。でですね、まあ、時刻は今離散的に動いていくとして、まあ、0から始まるとして、まあ、t で表す。で、x というのはこの1ですね。まあ、グラフの、イメージで言うと頂点になるわけですけども、まあ、この z だと思うんだったら、まあ、なんか、一つの整数になっていると。
x かですね。で、それが1を表すということになります。で、この pxt と書いたら、このま、これ今、これ粒子だと思ってるんですけど、パーティクルだと思ってるんですけども、それが、時刻 t で x に来ている、x に来るという確率を考えましょうということになります。で、これを考えるとですね、まあ、その、はじめにどこにいるのかってことちょっと置いておいて、これに関してですね、全化式が作れます。で、これ、その全化式の作り方っていうのは、まあ、今まであった通りだという感じになります。で、まあ、実際作ってみるわけですね。で、作ってみると、まあ、こんな感じになると。今、時刻が t から、時刻 t プラス1に変わった時にどうなるのかということを考えます。で、時刻 t プラス1に 1x にいる確率はどんなことになるでしょうというふうに考えると、それは、条件付き確率を考えると、もともと、この x マイナス1の方にいるところから x に動いてくるっていう場合と、もともと x プラス1の方にいるときに x に動いてくるって、その2通りがあるわけです。で、その2通りで場合分けすると、片方はですね、この x マイナス1にいる場合は、2分の1の確率で x に行くわけです。だからこういう形になる。で、一方で x プラス1にいる場合には、2分の1の確率で x に行くわけですから、こういう形になる。という形で、この場合分けの形で、この式が得られるという形になります。ここまでいいでしょうか。はい。で、まあ、ここまでは、今までやってきたことをそのまま書いただけという感じになります。でですね、これはですね、まあ、いわゆる、その、t が t プラス1になって、まあ、x については、x マイナス1とか x プラス1とかって形になっているので、まあ、これは、まあ、いわゆる全化式っぽい形になったんですね。まあ、その初期条件、その、t が0の時のこと、書いてないので、まあ、全化式と言っていいかどうか、まあ、今のところわかんないですけども、まあ、そういうふうに、その、順番に決まっていくような形の、まあ、式になっているわけです。で、これはだ、別の形、これは別の形と言っちゃいけなくて、これをですね、その、偏微分方程式を差分化したものだというふうに、差分化というのはですね、離散化したものだというふうに思うわけですね。で、そう思うと、今ですね、ここでは、まあ、時刻は1だけ変わるとかですね、空間もこの1の刻みで変わってるっていうふうに、こういうふうに見てるんですけども、この刻み方をですね、どん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 小さくしていきたいっていうふうに思うわけです。でそうすると、今この整数の刻み幅で、空間も刻まれていて、時刻もこの1ずつこう変わっていくっていう刻み幅で変わっていくとすると、その刻み幅をですね、どん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 小さくするっていうことができないので、このまあ1っていうのを、その刻み幅、のような、ま、変数というか、可変なもの、変えられるものとして、ま、書きたいなというもので、そういうふうに書いてみましょうか。で、そこを書いてみると、ま、こんな感じになると。今ですね、ま、この時刻は、t から t プラス1に変わるというふうに上では書いていたんですけども、それはま、そうじゃなくて、この1増えるっていうのは、デルタ t だけ増えるんだっていうふうに、ま、思いましょうというふうにします。だから、ま、その1という刻み幅が、ま、その1じゃなくても、その、なんで、この時刻の、刻み幅っていうのが、なんかあって、で、それが、まあ、デルタ t になるというふうに思うわけですね。で、一方で、空間の方も、その x の隣は、もともと x マイナス1と x プラス1だったというふうに思ってたんだけども、そうじゃなくって、その刻み幅っていうのは、この中デルタ x っていうものがあって、それで決まっているというふうにしましょう。で、そうすると、まあ、x マイナス1っていうのは、x マイナスデルタ x だと見えて、x プラス1は x プラスデルタ x と見なせるという形になりますので、まあ、こういうふうに書きましょうと。でそうすると、まあ、最終的にはですね、このデルタ t とかデルタ、まあ、x というのを0に持っていくと、刻み幅をどん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 小さくしていくということをしようかなというふうに思うわけです。で、じゃあこの式からですね、そういうことをしてですね、微分方程式に導こうと思うんですけども、そうするとですね、これ微分の形作んなくちゃいけないので、まあ、微分の形作ろうと思ったら、まずちゃんとしたこの差分を作らなきゃいけないわけですね。で、まあ、それ、こういう形で、両辺から、マイナス、両辺から、pxt を引くという形にしましょう。という形で、今、これ書いてみました。で、そうすると、まあ、これ今、上の式からそのままこれ得られてるんですけども、左辺の方は、この、時刻が t から t プラ、t プラスデルタ t に変わった時の差分を表している。それから変化量を表している。時間が進んだ時の変化量を表している。という形になっていることがわかります。で、まあ、右辺の方はそうではないんだけども、これは、なんかその2回微分に近づいてきたなって感じが、なんかそこするわけです。するわけです。するわけです。で、本当にそうなのかってことを、ちょっと次のページでちゃんと式変形してみようかなと思います。はい。今、ここに書いてあるのは先ほどのページ
の最後に書いてあったものそのものです。で、ここからもう少し、変形をしようと思うんですけども、まあ、こんな感じでまず見てみましょう。で、これ今、2分の1で、全体くくる形にすると、まあ、こんな感じになると。分子がですね。そうすると、これなんか、いわゆるですね、中心二階差分のような感じにだんだんこう近づいてくる。まあ、中心二階差分って言葉がどうあるかわかんないんですけども。のようになってくると。なってくるってちょっと言い方は変で、まあ、そのように、何をこう変形してるんで、何を言ってるんだということになるかもしれませんけども、まあ、そういう形になっていると。で、そういう形なので、これがちゃんとその、本当にこの中心に対して多分なるのかってことをちょっとちゃんと、試験形してやろうと思います。で、ちょっとまあ、おもむろにというか、おもむろにっていう気もいけませんね。ちょっと恣意的にですけども、こういう形の試験形しましょう。今ですね、両辺を、こうデルタ t で割ってます。で、ここにデルタ t 出てきてます。2は、こうですね。で、ここにですね、デルタ x の2乗っていうのがあるんですけども、これここで、分母と分子に現れるようになっています。こんな形ですね。で、そうすると、今ですね、この左辺の方、左辺の方は、デルタ t を、こう、ゼロに持っていくと、これは、p を t で変微分したものになります。x そのもの、x と t の関数で、p を t で変微分したものになります。で、この、右辺の方は、この部分が、さっき言っていた、その、中心二階差分になってるわけですね。なので、ここは、デルタ x を0に持っていくと、p を x で2回微分したものですね。こうなると、いう形になります。で、この前になんかこうついてるんですけども、まあ、これはその、この、デルタ t とデルタ x に依存しないわけですね。で、まあ、これはそのデルタ t とデルタ x を、うまく、こう、 うまくやる必要がありますけども、うまく0に持っていくと、なんか定数になります。それで、まあ、その定数 c ときましょう。ということになります。します。まあ、これ、その、動かし方をですね、ちょっと変な動かし方すると、ちょっと まずいんですけども、例えばなんか、まあ、いや、それ、うまく動かすと、なんか定数に行きます。なんだろう、同じスピードというか、同じスピードでもダメなんですけども、うまくなんか定数になるように持ってきます。でそうすると、この極限抜いて、この左辺と右辺が等しいという形の式ができるわけです。ということで、まあ、こういうような式が得られるとですね。で、これが、一次元拡散方程式と。あ、書かれてなかった。というふうに、まあ、呼ばれるものになっていて、まあ、見事というか、まあ、こういうふうにすれば、まあ、ランダム号から、拡散方程式が導けますよということになります。ここまでいかがでしょうか？いいですか？はい、ありがとうございます。でですね、だから今は、その、なんていうんですかね、この、状態空間が、一次元的というか、その、整数全体というか、ところから始めてやってるわけです。で、そうするとですね、今じゃあ、ここで始めるときに考えていたグラフを、まあ、違うものにすれば、この作用の、この、まあ、変微分方程式として違うものも出てくるかなってことが、まあ、分かったりするわけですね。だから、例えばですね、そのグラフとして、ちょっと今書いてないですけども、こういう格子のようなね、これをちょっと無限にこう、左右、上下にこう、ついてる人がいますけども、で、こういうところから始めれば、おそらくプレイできる。うまくやると、二次元の拡散方程式っていうのが、まあ、出てくるかな、というふうに、まあ、思うわけですね。で、まあ、その、こういう、そのなんか、まあ、規則的なですね、規則的って言っていいかな。まあ、規則的って言いましょう。規則的なグラフから、こういう、その、まあ、規則的な、拡散方程式が出てくるっていうのは、まあ、うまくやれば、こう、わかるんですけども、この、グラフとかですね、そういうものが考えている空間っていうのは、もっと、なんていうかね、非一様なんですよね。非等質というか。だから例えば、こういうのか、こう、二次元、こういう、状況っていうのは、なんか、どの場所にいようが、そこから見えている風景は変わらないわけですね。
だからまあ平行移動に関して普遍性があるというか、まあ、そういうような世界なわけです。で、一方で、なんかそのグラフっていうのは一般的にはそういうことじゃないわけですよね。どの状態、どの頂点にいるかによって、そのなんか見えてる風景が変わったりするわけです。で、まあ、そういう状況でも、このまあグラフを使ってランダムウォークをしてっていうふうに考えるってことは、有効になるので、非常にそのまあ自由度が高いことをやっていくことになるわけですね。で、そういうところで、その、普通になんか拡散方程式っていうのを、この微分方程式の意味で作ろうとすると、少し難しいです。で、一方で、このなんかランダムウォークとして捉える。で、ランダムウォークにおけるこの、なんですかね、その、各、状態にいる確率で、この拡散現象を捉えるっていうふうに、考えると、その、そういうなんかその、非一様というか、どこにいても見えてる、風景が同じであるようなグラフではないような、空間というか、そういうところでこの拡散現象を、分析したり、あるいはシミュレートしたりするってことが、まあ、容易になるというか考えやすくなるという面もあるので、まあ、そういうご利益もあるのかなというふうに思うわけです。なので、そういう部分があるんだってことが一つこれ重要な点です。で、もう一つ重要な点は何かっていうと、ここで言ってこの P とかですね、って言ってるのは、これはだから先ほど言ってたのは確率なので、なんていうんですかね、まあ、0以上1以下というか、その、なんていうのか、この、最終的にこの、その粒子がいる場所っていうのは、そのなんか分布によって与えられている。だからこれは、分布がどのようにこう時間発展していくのかってことを、あるいはで、あと空間的に広がっていくのかってことを書いてるんですけども、一方で、この初めに書いた、このランダムウォークというか、これですね、ランダムウォークというか、この状況っていうのは、まあ、ある意味で、この一つの粒子にしか着目してないわけです。この一つの粒子が、どの時刻に、どの位置に行ってるのかってことをまあ考えているということになるわけですね。で、そうすると、これは、その粒子を見てるっていうのは、いわゆるこれ、ミクロな見方なわけです。例えばその人間の行動で言うと、その人一人がどのように行動しているのかってことを捉えてるっていうような見方なわけですね。この、粒子がどこにいるのかっていう見方は、粒子っていう見方、粒子という見方はミクロであった。一方で、その、最終的にこの確率、あるいはその確率分布を見てるわけですけども、これは、その、例えばですね、一人じゃなくて、例えばですね、100万人ぐらいいて、あるいは100万個、この粒子があって、その100万個の粒子が全体として最終的にというか、その時間が経つにつれて、どのようにこう、全体として動いてるのかっていうことを見てる形になるので、その、なんかこの確率分布を見てるっていうのは、どちらかというと、これはマクロな見方なんです。マロクじゃない。マクロって書いてあったんですけども。マクロ書けないですね。あれ書けないな。で、この中で、ランダムウォークっていう見方が、まあ、このミクロな見方とマクロな見方っていうのをつなげてるというふうにも見れるわけです。で、このようにですね、ミクロなものとマクロなものが、ちゃんとつながるとか、ちゃんと対応するっていうことが、しっかりと解析できる例っていうのはそんなにないんですよね。だから例えばその人間の行動とかっていうのは、その一人一人の人間が行動して全体として、例えばその経済活動が起こって、なんか GDP が上がるとか下がるとかっていうような、そのなんかマクロな、現象が起こるわけですけども、一人一人がどういう行動をすることで、どうなったのかってことはなかなか追えないわけです。まあまあ、それが終えるような、頑張って、研究してるのは経済学だとか、まあそういうミクロ経済学とかそういうものだと思うんですけども、まあ私は置いといて。一方でですね、こういった物理現象とかっていうのは、割とこのミクロな見方とマクロな見方が繋がる場合が多くてにしますね。多くて、この、ランダムウォークから、拡散方程式を導くとかっていうのも、まあそういうものの一つの、方法というか、例になっているのかなっていうふうに思います。はい。ここまでいいでしょうか。はい。ありがとうございます。で、これが、一つ目の、補足の部分だったということになります。で、もう一つはですね、ランダムウォークのカバータイムという話をしたいということを言ってたので、それをやろうと思います。で、これですね。で、いきなりもう、定義というか、何も、なんていうんですかね。
イントロも何もなく、いきなりこう始まってしまうんですけど、このカバータイムっていうのはそんなのかってことを、お伝えしたいと。で、考えているのは、グラフの上の単純ランダムウォークです。まあ、グラフがこの G と書いてあると思ってください。で、単純ランダムウォークなんですけども、初めの頂点は、まあ、U であるとします。まあ、どこでもいいんですけど、まず U であるとします。だから、これはランダムウォークとか、マルコ・ブレンスのイメージの書き方で言うと、その初めの状態がこの U であるという形になっているというふうに、まあ、思ってください。で、まあ、その時に、このカバータイムといったら何なのかっていうと、これはちょっと、イラブル式で書いてるので、まずこう日本語で書きますね。日本語というか、言葉で書きます。これは何なのかっていうと、すべての、G のすべての頂点に到達するまでの、までの時間にします。までの時間。これをカバータイムと言います。その時刻0から始まって、ずっとこの、ランダムウォークをこのグラフ上で行っていくわけです。で、例えばグラフがあってですね、どんなグラフでもいいんですけど、グラフがあって、今どっかから、こういうグラフで、ここからスタートすると。U からスタートすると。で、そうしたら、ランダムウォークっていうのは、この中、隣接する頂点にどんどんこう動いていくわけですけども、戻ったりすると。で、そして今、1、2、3、4歩動いて、ありたんですけども、この4個ありたことによって、今この5つあるグラフの頂点のうちの4つをすでに到達していると。到達の塔が違いますね。すいません。到達の塔が違うんで、ここですね。到達するので、今この4つの、頂点に到達していると。で、次、じゃあ、5、6、7となっていくと、これで、5つの頂点全部に到達したことになると。で、今、そうすると、今、このような形で、実際に線を引きたとすると、この場合のカバータイムっていうのは、この場合のカバータイムって言い方しますか、ちょっとわかんないですけど、この場合は、その到達するまでに、すべての頂点に到達するまでにかかった時間は7になるという形になります。で、実際に、このような時間っていうのは、どのようなこの線の仕方をするのかに依存するので、これ自身は、確率変数になるわけです。このカバータイムというのは、ここに書いているものは、これ確率変数になります。で、まあ、これ式を見てみると、どんな感じかというと、この時刻の最小値を取ってきます。で、どういう時刻かというと、すべての頂点に対して、t 以下のある、時刻、タウがあって、x タウが v になるとですね。だから、この時刻 t までにすべての頂点を、訪れている。で、そのような t の最小値ということです。だから、そのすべての頂点を、到達、に、すべての頂点に到達し終わった初めの時刻がこのカバータイムになるということになります。ここまでいいでしょうか。これは定義なんですけども。いいですか。はい、ありがとうございます。で、これはですね、だから例えばですね、このなんかこの、まあ、ランダムウォークを使って、このなんかグラフ全体を見て回りたい。ランダムウォークになって見て回りたい。例えばですね、こういうなんかネットワークがあって、ランダムウォークによってなんか監視したい。かっていうときに、どれぐらい時間がかかりますかということを、表している確率変数だというふうに、思ってもらえばいいかなというふうに思います。で、そうするとですね、今言ったみたいな確率変数なので、これはどのように遷移するかによって、この値自体は変わってくるわけです。あと、もう一個重要なのはですね、もしかしたら、どの頂点から始めるのかによっても、変わってくるかもしれないわけです。で、そういうことがあるので、ここに書いてあるように、ちょっと赤で、もう見にくくなってますから、それだけ消そうかな。そういうことがあるので、気にするのは、この U から始めたカバータイム、これですね。これ確率変数なので、それの期待値を考えて、それが、これは U によって、変わる可能性があるので、このカバータイムが一番大きくなる場合、大きくなってしまうような、U を考えましょう。だから、この期待値の U に関する最大値っていうのを考えるってことはよく行われることです。で、これが、つまり、こ
この値っていうのは、どの頂点から始めても、期待値の意味で、すべての頂点を回るのに、これだけ時間がかかりますよ、というような値を、まあ、ここで書いてるわけです。でですね、まあ、これはよく、解析されていて、まあ、こちらの下のもののことをカバータイムと呼ぶこともあるかもしれません。文献によってはあります。で、ちょっとじゃあ、少し例を見てみましょうということをやります。で、まあ、ちょっと単純な、単純というか、簡単なグラフでしかちょっと扱わなくて、一般の場合の話はすごく難しいので、まあ、例えばこれ完全グラフと呼ばれているグラフのはずで、ちゃんと書き方が間違ってあるから、これ完全グラフです、ね。完全グラフっていうのは、すべての二頂点間に辺があるグラフです。これ、まあ、これ KN とか言ったやつなんですけども。じゃあ、この、で、まず、重要なのはですね、この KN において、このカバータイムを考えようと思ったら、どの頂点から始めようが、この、ここに書いてある、その、カバータイムの期待値っていうのは、これ変わらないわけです。それなんでかっていうと、まあ、どの頂点から見ても、まあ、その見え方が同じとかっていうような言い方をしますけども、まあ、そういう形になってるから。だから、まあ、その、どこでもいいので、まあ、頂点一つ固定しましょうと。U としましょうと。じゃあ、その時に、この、U から始める、このランダムウォークの、カバータイムいくつでしょうということを考えるということにします。で、これはですね、実はですね、我々も知ってるんですね。で、これを知ってるとか言うと、怒られるかもしれないんだけども、さあ、これはいくつでしょうと、これなんかパッと分かったりします。これがパッと分かったら、かなり、二酸化確率論の、に対する直感が優れてる感じなんですけども、この、完全グラフに対してですね、完全グラフに対して、これがいくつになるでしょうか。頂点数は N です。頂点数は N です。まあ、これパッとわかんないですよね。で、まあ、パッともちろんわかんないんで、だ今はその、皆さんをただ悩ませるってことだけをしただけなんですけども、じゃあ、例えばですね、じゃあ N が1の場合。覚えてます。そうすると、これ、もうすでに、時刻0において全ての頂点に、まあ、訪れていることになるので、このカバータイムの、カバータイムって、まあ、書こうかな。このカバータイムの、期待値は、0になります。0になります。じゃあ、N が2だったら、まあ、U がどちらかにあるんですけども、これは、時刻を一つ進めると必ず次の頂点に訪れることになって、時刻1において全ての頂点が訪れ終わる、到達し終わることになるので、この場合はこのカバータイムは、1になります。いいですか？ここまではいいですか？はい、ありがとうございます。じゃあですね、じゃあ N が3の時はちょっと難しいかもしれませんけども、まあ、こういうのは小さい例でやってると、だいたいわかると。まあ、まず U から始まりますね。U から始まって、まあ、次の時刻においては、まあ、その下か右の頂点どちらかには行くわけです。で、まあ、どちらに行っても見え方変わらないんで、まあ、下の方に行ったところ仮定しましょう。こちらがあると。で、そうすると、時刻1で2つの頂点にはすでに訪れているということになります。で、あとは、この右側の頂点ですね。ここに、訪れてくれれば、我々のその目標達成、その全ての頂点を訪れるっていう目標達成できるんですけども、この頂点に訪れる確率はどんなものかっていうと、下の頂点にいても2分の1、上の頂点にいても2分の1なんです。だからこれは2分の1で当たりを引くくじなわけですね。例えば、これ下の頂点に今いるとすると、2分の1の確率で、この右の頂点に行っておしまい。2分の1の確率で上に行って、外れになるわけです。で、外れても、その次の回に当たる確率っていうのは2分の1で変わらないわけです。うん、じゃあ、2分の1で当たるくじを、の当たりを引くまでに、期待値の意味で何回くじを引けばいいですかっていうのは、コイン投げと同じなんですね。コイン投げで2分の1で表が出る。コインがあったときに、表が出るまで何回投げればいいですか？その期待値はいくつでしょう？っていうのと同じなわけです。で、それは、まあ、覚えてるかどうかわかりませんけども、この2分の1の逆数になります。なので、1回、線にした後、この当たりというか、この右に行くまでにかかる、時間の期待値は2になります。だから1プラス2です。
だからこの場合は、カバータイムは1プラス2になります。で、これ3です。ここまでいいですか？ありがとうございます。じゃあ、こんな感じで、じゃあやっていくと、これ N が4のときまして、やりましょうかね。これなんかやってると、ちょっと、終わんないます。N が4のときは、まあ、こういうグラフで、こういうグラフで、まあ、じゃあ、一番上がこういうだとしたときに、はじめ、まあ、あの、は、えっと、今、時刻0で言うんですけども、時刻1では、この残りの3つの焦点のどこかに行くんですけども、まあ、どこに行ってもその見え方変わらないんで、一番この左の焦点にしましょう。で、これ時刻1で、2つの焦点を訪れてます、という形になります。で、時刻2というか、じゃあ次にですね、この、右の2つの焦点、どちらかに訪れることになるわけですけども、それが起こる確率はいくつかっていうと、起こる確率はいくつかっていうと、U に戻っちゃう確率は3分の1で、U に戻らない確率は3分の2なんです。ただこれは3分の2の確率で当たりを引く、くじを引くことと同じなわけですね。ですかね。ということは、何が言いたいかっていうと、下に行って、一つその訪れてなかった頂点を、に訪れるまでに、遷移する回数の期待値は1であって、その次、残りの2つの頂点のどちらかに遷移するまでに、移動する、回数の期待値は、この3分の2の逆数なわけです。だからこれ2分の3になります。で、それでまあ3つの頂点に訪れた後に、最後の残った頂点に訪れるまでに、遷移する回数の確、えっと、遷移する回数の期待値っていうのは、これはその当たりがですね、3分の1で、得られる、くじの、その、くじを引く回数の期待値なので、これはその3分の1の逆数になって、これ3になるわけです。って感じで、これちょっと計算できませんけども、こんな形になると。で、これよく見ると、これ今1って書いてますけども、これ1を無理やり、これ3分の3とか書きましょう。で、この3も無理やり、おっと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 、3も無理やり、1分の3とか書きましょう。そうするとこれは、3×h の3。h の3何だったかって忘れてるかもしれませんけど、これは1プラス、2分の1プラス、3分の1ですね。調和数ってやつです。で、そうすると、なんか、これは、もしかしたら見覚えがあるかもしれない。見覚えがあるかもしれない。だから一般的にはこれは、これは、NHN になります。NHN、N×H。で、これは、何かに似ていて、何かに似ていてっていうのは、これは、何に似てるかっていうと、これ、クーポン収集問題なんです。クーポン収集問題ってどういう問題だったかというと、なんか、くじがあるんで、くじばっかり言ってますね。なんかその、景品がもらえるわけですね、景品が。で、だから N 種類の景品があって、N 種類の景品があって、その N 種類の景品の中のどれが当たるかっていうのは分かんないっていうような、まあ、商品があって、で、その N 個の商品、N 個の景品をその、まあ、コンプリートしたいっていう時に何回、商品買う必要がありますかっていうのは、そういう話だったわけですね。あ、これ、N じゃなくて、N マイナス J です。すみません。ちょっと、N と N マイナス1がちょっと、混同してしまって、N が4の時に、ここ3になりますから、N マイナス1です。すみません。N マイナス1です。はい。で、クーポン収集問題になっている。何かっていうと、今、まあ、U に初めにいるってことは、どういうことになってるかっていうと、残りの、頂点の数っていうのが N-1 からです。で、これは、その N-1 個の景品をコンプリートしたいっていう状況と同じなわけです。何かっていうと、例えば U から、ここの頂点に遷移しましたと。
言ったら、これは、この今、赤の頂点で表されている景品が当たりましたってことを意味してるわけです。意味してるわけです。じゃあ、次にまたその、商品買うわけです。で、商品買って何かその景品が当たるんですけども、その景品が、この U っていう景品である可能性もあるわけです。可能性もあるわけです。だけども、そうじゃなくて、その他のものが当たるっていうこともあり得るわけだからっていうことを考えていくっていうことをしたのが、そのクーポン収集問題の時にやったことと同じなはず、はずなんですね。同じなはずなんです。ということで、このクーポン収集問題とこの完全グラフにおける単純ランダムウォークのカバータイムの期待値っていうのはすごく関係あるというか、まあ、その同じような導き方で、公式で導けるという形になります。ここまでいいでしょうか？はい。ありがとうございます。だから、その、なんだろうな、その、この離散確率論の、話を始めるときに、初めのところで、その、クーポン収集問題っていうのをやったんですけども、それは、なんでやってるかっていうと、まあ、典型的な例であって、いろんなところに出てくるからなんですね。で、それは、今ここで、こういうところでも出てくるんですよってことをちょっとご紹介したということになります。で、もう少しやろうかな。ですね、もう一個例があって、これですね。これは、ヘイロと呼ばれてますね。これヘイロ。ヘイロとかサイクルと。呼ばれてます。で、これも、頂点数が N あると思ってください。で、まあ、一応、サイクルを作るためには、M が30じゃないとね、で、ちょっと、M が30だとして、まあ、こういうものがあるとします。で、このグラフで、このカバータイムの期待値の最大値を求めようと思うんですけども、これもですね、先ほどの完全グラフの時と同じように、どの頂点から始めても、その見えてる状況とこれ変わらないので、まあ、どっか一つを、初めの頂点、U と固定することにします。で、この時もね、先ほどのその完全グラフの時と同じように、訪れる頂点が1増える。だから、未訪問の頂点の数が1つ減るまでにかかる時間がどれだけでしょうっていう時間の期待値を足していく ってことをしていこうと思います。それによって、期待値の線形性から、このカバータイムが、の期待値がわかるという形になります。で、例えば、この、まあ、U からスタートすると、今、だから、到達し終わってる頂点は1個あるんですけども、その中から、到達し終わってる頂点が2つになるっていう状況に至るまでにかかる時間はどんな日かっていうと、まあ、U にいれば、まあ、この右か左に次、進むわけですけども、どちらに移動したとしても、まあ、例えば右に移動したとすると、これによって、今まで、訪れていなかった頂点に1つ、それを訪れることになるので、まあ、1増えると。時間が1つ経つと、1経つと、訪れてなかった頂点の数が1減るということになるわけです。じゃあ、ここの、じゃ右の頂点という状況になるんですけども、じゃこの状況から次に、今まで到達してなかった頂点に到達するまでにかかる時間の期待値はいくつでしょうということを考えたいわけですね。で、これはちょっとややこしいわけです。だから何かっていうと、まあ、右に行けば今まで未到達だった頂点に行くことになるわけですけども、左に行ってしまうと今まですでに到達した頂点にもう一回到達することになるので、まあ、困っちゃうわけですね。困っちゃうわけです。で、一般的な状況を考えます。で、一般的な状況を考えるとどんな感じになってるかっていうと、あ、ここで消さなかったことです。消さない方が良かったんで、一般的な状況を考えるとどんな感じになってるかっていうと、まあ、ここら辺に、もうすでに到達した、頂点っていうのが、こうあるわけです。で、これらは、この経路上で、この連続して並んでます。で、今、この到達しましたよっていう頂点は、その中で一番端にあるわけです。で、だから端の方がどんどん、この到達してなかった頂点が減っていく、あるいはその到達して、し終わった頂点が増えていくという形になっていくわけです。で、その次に、この到達しなかった頂点にたどり着くとすると、それは今、たどり着いた頂点の右側にあるか、あるいは、ずっとこの左まで動いていって、まだ到達しない頂点にたどり着くか。これの、まあ、どちらかなわけですね。で、これによって、今まで
到達していなかった頂点に新たに到達するっていう事象が起きることになります。で、じゃあそれまでに、移動する回数はいくつでしょうということを考えなくちゃいけないわけですね。で、そうするとこれはですね、これまたですね、なんかこれ見たことがある状況の問題になってるんです。と言われてもパッとわかんないですよね。で、これは何になってるかっていうと、今ですね、例えば先に言いましょう。これはですね、ギャンブラーの破産に似てるんです。はあ。なんでかっていうと、今ですね、この状況は1万円持っている状況だと思いましょう。で、右に進んだら、持ち金が1万円減る。左に進んだら、持ち金が、1万円増えると思いましょう。で、今この場合は、ここ1万円なので、2、3、4、5、6、7、8、9ですね。ただ、ここは9万円の状況。状況というか、9万円に対応する状態になっていることになるわけです。で、ここ0万円ですね。つまり何かっていうと、今、私は1万円持ってますと。で、ギャンブルすると、2分の1の確率1万円減って、2分の1の確率1万円増えるという形になっているときに、0万円になって破産するか、目標金額である9万円に到達する。どちらかが起きるまでに、ギャンブルをする回数は何回でしょうっていう問題が、このギャンブルの破産では、扱われたわけです。これ、前回というか今回ですね、今回の授業の初めの方の内容になっていたわけです。で、それはですね、でかな。13回目の授業のところを見ると、そういうのを計算していて、で、その時はなんか3万円持ってるですね。こんな感じでしたね。だから、N 万円持ってて、3N 万円か0万円になったら終了の時の終了するまでにかけようかな、会社の期待値。っていうのをやっていたわけです。で、これは、実際に、計算していて、ちょっとパッと出るかな。パッとはどこなのかと言われると、ここら辺ですね。あ、こんな感じで計算して、あ、こんな感じで計算して、ということです。これ何なのかっていうと、これ、K万円持っているときに、どうなるのかっていうことを、この全化式を使って、こんな形で導いていたんですね。で、これは一般的に言うと、この3N のところ、これが、これ目標金額です。で、K っていうのが、これが、現在の、持ち金に対応しているという形になっていて、これはその目標金額と現在の持ち金がこれ何であっても、この式になります。その、終了するまでに賭けを行う会社の期待値は、このような式になります。これは同じような、全化式を使えば求めることができます。でそうすると、先ほどのですね、この、経路上、移動していて、ランダム方法で移動していて、その、今までに到達してなかった新しい頂点に到達するまでの、その1000円の価値の期待値っていうのは、これと全く同じなわけです。で、先ほどの例で言うと、K が1になっていて、3N が9になっていて、なんかそういうような例になっているわけです。で、それで先ほど見ますね。って感じになっていて、今の持ち金は1万円で、目標金額が9万円。って時には、この時の、その遷移回数。の期待値。ちょっと字が汚いですけども、まあ今に始まったことじゃないので、ですね、近接に書いていくと、遷移回数の期待値は、9×、じゃなくて 1× ですね。1×9-1。で、これ8になると。こういう形になるわけです。で、これで、だから、期待値の意味で8回遷移すると、まあどちらかに数え付くということになるわけです。で、じゃあ、たどり着いたら何が起こるかっていうと、じゃあ、例えば、じゃあ、この0万円の方にたどり着いたとしましょうと。で、たどり着くと何が起こるかっていうと、その次に考えなくちゃいけないのは、今、だからここにたどり着いたので、次に、たどり着いてない頂点に初めてたどり着くってことが起きる場合には、そこの右側にある頂点か、やっぱりこの左側のこの頂点にたどり着くか、どちらかが起こるまで、
線にするということになります。で、それはですね、今ここの部分が1万円だったと思うと、左側じゃなくて右側の頂点が0万円に破産する状況に対応していて、左側の方は10万円に対応するということになります。で、そうすると、線に対しての期待値は先ほどは9だったんだけども、ここが今度は、10になって、ここが9になると。で、こんな形になります。という形で、この経路に対して、カバータイムの期待値を考えようとすると、この、1たす2たす3たす4たす、点点点、8たす9たす、点点点、多分 N マイナス1まで足すんだと思うんですけども、って形になって、その、和が、このカバータイムの期待値として出てくるという形になります。で、その時、今、何が言いたかったかっていうと、その解析のところでは、このギャンブラーの破産に似てるような、考え方が出てきて、まあ、その時の考え方を使うと、見事、導けますよ、ということになります。だから、そのギャンブラーの破産の話っていうのも、まあ、本当にその家計を皆さんにしてほしいわけではなくって、まあ、こういうような、いろんな問題のところで他にも出てくるので、まあ、その典型的な例として、まあ、紹介してるんだという気持ちに、ちょっとなっていただきたかったということになります。ちょっと最後急いでて、よくわかんなかったかもしれませんけども、冷静に考えてみると多分、理解できると思いますので、ぜひ皆さんも考えてみてください。はい。ここまでよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。ではですね、あれ、録画できてるかな？ちょっと今、不安になってしまって。できますね。はい。では、録画の部分はこれで終わりになりますので、録画はここで終了します。